はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリピアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、バルナックですね。バルナックライカのこちらは、板金タイプの最終型、板金なんだけどファインダーは、板金ではない特殊な、タイプの 3B になりますね。はい、こちら、ボディキャップ付属します。ファインダーのみがね、ダイキャストっていう珍しいタイプで、ちょっといろいろ手が加えれて、これの前の3円に比べたら見た目はね似てはいるんですから、いろいろ手が加えられていて、 3B 独特の部品が使われていて、ちょっと欠品したら部品がなかなかなくて困る機種にはありますが、非常に珍しく、数も少ない機種で人気もあります。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。ちょっとねこれなんか後付けでねついちゃってるんですけど、中はもう配線とかでも何もないです。これで意味はない、角だけが残っちゃってます。ちょっとへこみがありますね。ちょっとね、この辺がちょっとなんかぶつかったかなんかでちょっと歪みがあるぐらいですかね。あとここもですね、ちょっとそれなりですね、3B は。はい、あとは底蓋は、そんなに大きな傷はないですね。ちょっと擦れて、ちょっと擦れすぎて、ちょっとメッキが剥がれてるかなって感じのレベルでもありますけどな、こっちもそうね。メッキの剥がれはちょっとありますけど、普通の状態でしょうね。もう何十年前のカメラにしてはね。はい、はい、ではあとは動作的なものですね。あと動作的なもの、あと外観はグッタベルカですが、これは当店で張り替え済みです。問題ないです。はい、あと動作的なものは当店でオーバーホールしておりますので、その時にシャッター幕も交換してます。はい、今巻き上げて Z バルブですね、見ていきましょうか。はい、問題ないです。しっかり閉じてくれました。 T で開きっぱなしにさせちゃいましょう。はい、20:1でスローに合わせて、はい、開きっぱなし、はい、閉じてもらいましょう。はい、じゃああとは60:1、はい、問題ないです。と最高速度ですね、1000分の1、はい、開いてますね。ちょっと動画では見づらいかもしれませんが、専用のシャッタースピードテスターで測定して調整後、実際に試写を、フィルムを装填して試写をしましたが、問題ないのを確認しておりますので、ご安心ください。もし何かあっても6ヶ月の保証ついてますので、ご安心ください。はい。あとは、ファインダーですね。こちら、ビューファインダーの方が、ちょっとね、これ、接眼レンズの方が、ちょっと下にね、欠けがあるんですよ。でも覗いてみる分はね、そんなに影響があるレベルではないんで、特に問題ないと思います。これを交換するとなったらね、3B はさっき言った通り特殊な 3B 専用の部品がただ使われてますので、これを探そうと思うとかなり厄介ですし、だから見る分問題ないのでこのままでも大丈夫だとは思います。はい、あと二重駆動も特に問題ないです。ファインダーもクリアです、清掃済みで。はい、あとの動作としては、巻き戻し関係ですね。この辺は実際にフィルムを装填して試写をして実際に巻き戻しをしましたが、特に問題ありませんでした。はい、あとは、シード調整も問題ありません。あとはフィルムカウンターですね。フィルムカウンターも問題ないです。はい、あとはじゃあ中見てみますか。はい、と開閉機構は特にこちらも問題なくて、当店で清掃してその後グリス塗ってます。問題ないです。もちろんですがスプール付属しちゃいます。よいしょ、なんかもう綺麗ですね。問題ないです。はい、よいしょ、
横蓋の裏も特にないね、問題ないです。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました、バルナックライカ 3B のご紹介でした。何か不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いいたします。